というわけでね、今回は京都に来ております。大阪から、阪急電車に乗って京都河原町という駅に、到着しまして、そこからね、歩いて行こうかなということで、まあ、このすぐ先に八坂神社っていうのがあるので、まずそこに行ってみようかなと思います。四条大橋です。で、この右手に見える建物なんですけど、これが南座という建物なんですよね。1929年に日本古来の建築様式で建設された伝統的な歌舞伎が上映される有名な劇場ということです。で、この先に見えるのが、八坂神社ですね。綺麗にライトアップされております。
い綺麗な建物ですね。ちょっと行ってみましょう。お、屋台がありますね。ちょっとこっち側行ってみましょう。ぼっかけ焼きそば。だいぶすごい数の提灯がありますね。これでもこれはなんかよく見るんですけど、ずっとこんな感じなんですかね。こっちもね、立派な建物があります。でその奥にも大きな鳥居がありますね。でもここまでですね。にぎやかなのはちょっとね、この八坂神社から近くに知恩院っていうのがあるんですけど、1618年に建てられた、大規模な仏教寺院って書いてあります。ちょっと行ってみましょう。すごい綺麗な感じですね。知恩院にライトがここが1600年頃に建てられた寺院なんですけど、このライトアップ今しててこの中入るのに、まあ、なんか参拝料がかかるんですけどね、800円ぐらいだったかな。ちょっと今回はね外からという感じでお届けしようかなと思うんですけど、この LED を使った、ね、あの上まで登れるんですかね。結構ね、中は大規模の LED で飾られてるようですけど、ちょっと寄ってみたいんですけど、時間の関係で省略します。
ょっとここからね、清水寺の方に向かっていこうかなと思います。今日たまたまなんですけど、部分月食があるということで、まだこれ写真撮ってる人が結構おられるということで、ちょっと何年ぶりかちょっとわからないですけど、ちょっとだいぶ珍しい部分月食、らしいです。で、このままずっとまっすぐ行ったら、二年坂にぶち当たるというか、まあ、どうにか行けるようなんで、そこから、清水寺に向かってみようかなと思います。ちょっと綺麗な建物が、長楽館、行きましょう。この道やな。二年坂か。お。よし。
ご案内しております。どうぞお試しください。いかがでしょうか。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。よし、ちょっと明るい売店が。よし、三年坂。はい、僕がそこだ。こうか、受付か。ありがとうございます。お進みください。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。よし、よし、行こう。すごいなんか線香の匂いが。お香かな。お、すごい。
はい、じゃあちょっと進んでいきます。メインの、場所に。ちょっと中入っていきます。あの僕の同時にしてね、すごい。大黒天、
めちゃめちゃね人がいてびっくりしました。こんなに人がいるとは思わなかったです。最初の坂のあたりとかはもうそんなに、まあ、多いなと思ってたくらいなんですけど、こんなにね人がいて、あの写真撮ってるってすごいなって思いますね。ちょっとこのまままっすぐ進んでいこうかなと思います。小学校の時ね、あの6年生だったんですけど、修学旅行行ったんですけど、まあ、こんな感じで、ね、暗かったですね。めちゃめちゃ懐かしい。ここからも見えるかな。まあ、こんな感じでございますね。はい、ちょっと水が流れ、滝かな。ここも記憶に新しいな。小学校の時にここは来ましたね。これはもう清水の舞台、下から見たね感じなんですけど、まあ、下から見るとなんかそんなに、ね、高い感じもしないんですけど、上から見たら、ね、ものすごい高さでしたけど、はい、というわけで出口に出てきました。で元の位置に戻ったわけですけど、やっぱりね それぞれの良さがありますね。まあ、岡山の奥津のね紅葉が綺麗だったりとか、まあ、京都は京都なりのねその綺麗さがあったりとか、その行くまでのね、まあ、その道というか、まあ、昔ながらの坂ですかね、まあ、なんかいいなとか思いながら今日清水に来たんですけども、それまでのなんか前座っていうのも大事かなって改めて思いました、ね、この夜の時間帯は修学旅行以来です。すごい良かったです。というわけで今日はもうこんな感じで、もう普通に今日は帰ります。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。